はい、皆さんこんにちは、こんばんは。朝と申します。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、こちら2月16日から実装されましたアリーナ、こちらについて、軽くご説明させていきたいと思います。現在2月の20日ですね、午前11時現在、ランキングは939位となります。まあ、このランキングでも今まだね、上位 1% の中に入っておりますので、まあ今後ともやっていくんですけども、まあ、大きくね分かれて通常戦と、アリーナ、この今2つのモードが実装されてるんですけども、まあ、通常戦はですね、まあ、12席違うわ、12席か、ちょっと忘れました久しぶりずっとアリーナ分かってるので忘れましたか。通常戦はですね、味方と、まあ、アリーナも変わらないんですけども、まあ、味方と共同で敵をね撃沈していって、倒していくのは、もしくはまあ拠点を占領していくんですけども、まあ、アリーナもその要素は踏まえつつも、まあ、3対3なので、まあ、非常に数が少ない9席の、戦いになります。なんですけども通常戦と大きく異なる点は、アリーナの場合はバトルロワイヤルになるので、残ったものが勝利、もしくはまあ拠点を占領したものが勝利となるので、まあ、いかにこう自分の分隊や仲間が生き残って、なおかつ敵を崩していくかというのが大事になります。で、まあ、大前提として、まあ、バトルロワイヤル系すべてに言えるんですけども、まあ、いかに自分の疲弊が少ない状態で敵を減らすかって考えたときに、敵同士を当たらせて、敵同士で削らせて、で敵が疲弊しているところに対して自分たちが横槍を入れて敵を削っていくという形になります。まあ、すごく分かりやすく言ったら、もういかに漁夫の利を取るかですね。それによってアリーナは戦い方は変わってきます。なので、まあ、分隊でそのまま敵にバーッとぶつかっていくと、敵同士で戦っていくので、まあ、もちろん削られるわけですね。で削られてるところに対して全然元気な分隊が横からバーって出てきた時に、もう戦い終わって疲弊してるよって、その中後に全然違う分隊が出てきて横から攻撃されたら、戦力差もヘルスも全部負けてしまいますので、まあ、そういうところを少なくするために敵同士でぶつかせといて、で、ちょうどいいところで自分たちがワッと攻めて漁夫の利をしていくという形になります。で今回ご覧いただく動画になるんですけども、まあ、配信の切り抜きになるんですけども、まあ、その敵と敵を戦わせて、まあ、いかに漁夫の利をしていくかと。そうすると、まあ、苦しい瞬間はありますけど、まあ、多少なりね少しずつ戦いやすくなったりすると形もありますので、よろしければね、ぜひそれをご参考にしていただけたらなと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。